Exactives Radio AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ,ラジオさて先週は株式会社アドレックス代表取締役社長田代隆人様に経営者になったきっかけなどについてお聞きしました今週は経営哲学や成功の秘訣についてお伺いしていきましょう 悩みって悩む時間ないんじゃないですか。悩みってすみませんこれえっと結構その歯にその気抜きせぬ感じで言っちゃうとおっしゃってください。はい。暇な人だと思います。なるほど。なるほど。暇だからね。悩みってえっと暇だから悩むのかなと思ってまして課題っていう認識であればそれを。 解決するるっていうプロセスに移行できるのできの悩んでいるんであれば悩んでる事項をえと過剰書きにして10なら10出しますとで多分アズイズと2 b のギャップを埋める作業っていうのを多分どのコンサルもやると思うんですけどじゃあそれがどうやったら解決されるのかとでただそれは現時点に不可能なこと。 かもしれれないけれど時代が解決することだったりすることもあると思いますのでそこに関してはそのタイミングのプロセスでやりましょうということをしっかりすべての物事について体系化してまあプロセスを順に追っていけばすべて自分の中で悩むことがなくなってくるんじゃないかなというふうには思ってますなんかこう人に対しての悩みとか従業員に対しての悩みとかあんまそういうのは感じないんですか 感じないですねもっとこういうふうにすればいいのになとか。と思ったらもう動いてます、ね、あなるほど、はい。もっと俺がこう言ってんのになんでこう動かないんだろうなって思ったらまあそれは多分自分が悪くて伝え方が悪くて伝わっていなくて、うん、じゃあ多分共通認識が取れてないっていうことだと思います。言った通りに動かないっていうのはもちろんそうだと思うんですけどそこがまあしっかりと共通認識が図れてあのタスクとスケジュールの管理っていうのしっかりしていけば全員共通認識で動けるんじゃないかなというふうにはうことですね。ね あまりり普段怒ったりはされないですかそうですね怒ることっていうのがちょっと感情的になることはあるとは思うんですけど人なので、ええええ、ただまあなったとしてもまあその影響値の方がマイナスになる場合はえやらない方がいいかなというふうに思うのと例えば人によって怒って伝えた方が伝わる方といやそうじゃないんだよねって例えば僕もこうだからみたいな優しく言って動く方って 人人ににによよってて違うううかなと思ののでその人に合わせた話し方をすするようには心がけていますやっぱり同じように話したとしても先ほど言った通り受け取り方が多分人によって同じこと言っても違うのでその場合ってその人に合わせた話し方をしないといけないかなと思うので、まあ、こちらの技量だとは思ってます伝える側のやっぱりあれだねもう全然違う生まれながら多分違うのかもしれないねあの考え方が。 えっと、多分そうだと多分一般家庭の方で僕ずっと経営者家系なんですけど例えばものすごい、えーえー、ハードなことが起こることが多分なかったかもしれないです、うん、普通の家庭だと、うんうん、うちの家だと,、えー、とじゃあ会社が、えー、例えば不況になった場合、えー、じゃリストラしないといけない、えー、じゃあどうするみたいなこととか、はい、次から次に課題が 日常起こってきて、え、それを解決していく必要があったので、うん。あの、常日頃から課題解決能力が高いのと。例えば、うちのおじいちゃんが建設会社を営んでいたんですけど。そうなんですね。田舎なので、えっと、車がこう田んぼとかに突っ込んだりするんですよ、うん。はい、はい。で、そうすると、これをうちのおじいちゃんがクレーン車を持ってって、引き上げるっていう作業をやるんですけど。なかなかこう、引き上げないんですよ。こう、右にやって、左にやって、フックを変えてって言って、田んぼから上げていくっていう作業。を やるんですけどなんで、えー、すぐ上げないのかっていうのを後から聞いたんですようん、うん、実はすぐ上げれると一発でとなんだけど一発で上げたら金払いが悪いだろうって <laughs> おじいちゃんが言う大変そうじゃないからまあそうだと思うんですよ<ー>やっぱりこれを例えば田んぼに突っ込みましたって言ってピー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 上げましたうん、うん、はい10万円ですって払いたくないと思うんですよまあ5万円でもいいんですけど,な,どなんですけどこれが落ちててなかなか上がんないなこうやってってやって 「なんとか上がりました!」「5万円です」って言ったら多分「ありがとう!」って言って払ってくれるじゃないですか。 それって多分一般家庭で教わらないと思うんですよ、うんうん、一般家庭の経営者じゃないところで生まれた方って人の動かし方とか伝え方だとか物事の進め方考え方プロセスって子どもの頃から習わないと思うんですようちは必然的に帝王学のように習っていたとなの,ので子どもの頃から違うんでしょうねっていうことに対してはそうだと思いますっていう回答になってほしいですねいや本当そうだと思いますね、はい、そこの影響ってすごく大きいと思いますね、はい、素晴らしいですねでもね いや、たまたま生まれた家が、そういう家だっただけで。いや、でも、やっぱり、もう、社長みたいな方が現れてきてくれないと、日本に対する不安が、僕、非常に強いので。あの、本当に感動してます。今日、ありがとうございます。いいね、あ、友達になってくださいます <laughs>、えー。はい。ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、はい。あの、もう、圧倒的な、なんて言うんだろう。この環境の違いというかね。 から出てきたあの社長の,あの今の事業の,この成功に関することをいろいろお聞かせいただいたんですけど、まあ、今後も含めてになるんですけど、まあ、経営哲学っていうかその今の,このビジネスをやってりながら手応えを感じてられるこの秘訣みたいなものがあれば教えていただきたいんですが。はい わかりました、はい、一応これがですねちょうど去年僕が本を出版させていただいていて、うん、でその本のタイトルが、えー「最短最速で成功にたどり着く異次元成功思考」っていう本になってますと、うん、なんでちょっと成功に関することっていうのを、えー、まとめている本にはなってましてなるほどこの本が今240ページ30ページぐらい30ページぐらいですかねあるので多分これを見ていただくのが一番 いいいいいんじゃないかなかととううふうにははちょっと思っ思てはいてでこれがあのアマゾンのランキングで国内で1位になってるんですね。はい、取らせていただいてこれでスイッチを配るキャンペーンをやったりとかこのゴマブックスさんの中で同じ企画の中だと,えと一番売れてる本が麻生先生の「のバーキン買うなら放棄をしろ」っていうのがあって 2>, るで2位が僕のこの、え「ー 異次元成功志向という、本になってますと。若き孤高校の天才の野望。え、<laughs> ちょっと、あの、概念にとらわれた日本社会。旧態 <laughs> 前とした高校業界をアドレックスが一新する。もう、すごいパンチの効いた想定ですよね。<laughs> <う>成功志向。異次元成功志向。 <laughs> どうでしょうかこれ <laughs> すみません <laughs> <laughs> CM みたいな CM みたいな一回やってみたかったんです <laughs> なんかもともとツイッターで僕がえっとつぶやいていた内容を扉絵にしていただいてえそれってどういう背景でえ書いてますかいうようなところなのでちょっとそれを一つじゃあ何か呼びたいなと思います、うん、あよろしいですかすごく素晴らしい,、はい、い,いよろしくお願いしますいい ちょっと成功思考の中の78ページ、はいえー、読みますタイトル「はい、できない」人にできないという人はその人ができない人で成功イメージもない人正直僕は今までたくさんの人に「そんなこと無理だお前にはできない諦めた方がいい」と言われたことを達成してきただからこそ誰かが僕に相談した時は「いいじゃんやれると思うよ」と圧倒的成功実績を持って言っている。 おっしゃる通り、うん、本当にできないって言ったらもう終わっちゃうんだもんな諦めないのが一番ですよねヤンヤン大体こう<ー>社会人になって先輩ができた時に言われることって、うん、なんでこんなこともできないんだとか、うん、こういうことやりたいんですけど無理だよって言われると思うんですよ僕は無理だってそういう時に人に言いたくなくてなぜなら僕って不可能を可能にし続けてきた、うんうん 人生なのでもしその人がこれをやりたいって言ってきた時に例えば今世の中でできることじゃなかったとしても一緒にできると思うからできる方を探そうっていう風に僕は言いたいなという風に思いましたやっぱ社会人になった時ってまあ8割9割の人がやっぱりお前には無理だよっていう先輩風を吹かせてくることがあると思うんですけど僕は まあ人と人は対等だと思っているので年齢とかその人種とか国籍も関係ないかなと思っているのでまあその人が本当にえ人をハッピーにする人なのか不幸にする人なのかできないっていう人なのかできるっていう人なのかっていうのはその人自身がどう考えているかになるかなと思っているのでまあ同じように成功も捉えていいるとううような形です素晴らしいですね、はい、こういうのやっぱ従業員さんみんな読んでるんでしょう多分これ読んで入ってくるのかな そうですね、あの強制的に配ってます。あ、配ってるんですね。でも、読む、べきだと思いますよ。ちょっとアマゾンで一位取ったときに、自分で、結構な本数買ったので、冊数買ったので、それを、あの皆さんに配って。配ってる、ます。なるほど。でも、まあ、圧倒的、なんか成功するためには、なんかこう熱意っていうか、もう。 この奥底からにじみ出てくるようなものを持ってる人がやっぱり僕の周りでもまあ成功者というかえ経営者の方でもすごい多いのでまあそういう人ってなんかただ自分のためというよりは本当に僕が最初にお伝えしたような世の中の人を幸せにした僧侶がまあお金につながっているのかなというふうに思ってるんで僕は本当に人を幸せにし続けないといけない。 のかなという,ふうには成功というよりはなんか、うんえー、多分そういう人が、えー、と使命と言われるような神様から頂い,いた僕のこのギフトを生かしていかに世の中の人のために貢献できるかということを主軸に考えていければいいんじゃないかなといううんかでも本当に求めてる社員像も積極的にキャッチアップしていただける方は求めてますっていうようなことをおっしゃっていただいてて。はい でまさにそこの今あの体を表しているそうですねですね職場は一生の影って言われているのでやっぱりどこまで行っても、えっと、社員がどうっていうよりは僕自身の人間性だったりとか僕自身の目指す先が遠くでなければそこを一緒に行ってくれるような方だったりっていうのが入ってこないのとい、ね、僕自身がやっぱりどこかで怠けてたり どこかでちゃんとやっていなかった時っていうのは僕自身が自分を誇れなくなるので、うん、まあそういう方々も入ってくるようになっちゃうのかなというふうには、うん、すごいストイックですよねずっとさっきから思ってるけどいいもう全然チャラチャラしてねい,い,いえい,いえか<ー>もう濃いっすねあいやもう<ー>すいません、ねうん、なんか、はい うん、IPO も控えてらっしゃるしね組織づくりはなんか全員投票みたいのあるんですかなんかそういうのはそうですね、えー、アドレックスでいうと3か月に一度アドレックス総選挙っていうのをやってまして<ー>あの某アイドルグループみたいなところに、えー、習ってはいるんですけどまあ社員全員で。 投票してその3ヶ月の中で自分が頑張ったと思う人に投票するっていうのをやっていて最初は本当に3位まで表彰っていうような形でやってたんですけど人数が20人に増え40人に増え50人に増え100人になりみたいなところからもう今だと5位とか10位とかまで表彰してるような形になってるんですけどなんか社長が表彰するのって。 社員みんなで投票してその中で「理由もい,ただいてまするさんに投票する理由だとかっていうのも頂い,いてまあ1位の方2位の方3位の方ってまあその理由も含めて読み上げてそれ社長は入らないんですよねもちろん,そん僕は入らないですすね入らない方がいいですよね僕とか役員は入らないんですけどたまにまあ 書いていただくこともあります。あ、そうなんですか、はい。あの、がで、書いてくださいって言うんですけど、書く人はたまに、いますっていう。ファンが多いんでしょうね。多分ね。い,いえ。素晴らしいね。経営者たちの。ラジオ。経営者たちの。ラジオ。ジオここで、ゲスト経営者の思い入れなる曲を教えていただきたいと思います。<ー>株式会社アドレックス田代社長、お願いします。はい。えっと、歌詞が、結構印象的な、えー、曲になっていてですね。はい。 えー、そもそもまず現れてくる老人の方がいるんですけどその方が神様ですと神様が、えー、人生をお金で買おうとする話なんです神様が人生をおお金で買おうとする話そうなんですよ。で、まあ、50億で最初買いたいって言うんですよ。はい、だけれども売らないって主人公は言うんですね。 で次にそれなら倍の100億円出そうっていうふうな話をされるんですけどそれでも売らないっていうふうに言うような曲なんですけど僕も人生って本当にもうお金では買えないような日々だなっていうふうには思っていて、うん、かつえっとまあ僕であれば将来的なえ意味も含めて100億円以上の価値っていうのはこの世の中に僕個人でも生み出せるんじゃないかなというふうには 思ってはいますので、そもそも百億円では売らないかなっていうのは、百億じゃ少ないですね。あ申し訳ないですけど <laughs>、思ってるんですけど、ただ経営者たちの会話ですね。<だ>そう？う <laughs> 本当にどう見ても百億じゃ無理でしょう。えもうもあ、いやいやいや、もう値段ではないっていうところを自分も思っているので、ぜひそれを思いながら聞いていただけると、うん、まあお金じゃないということですよね。ふうに僕はあのよりこの金額は僕はリアルな世界で生きているので、いい,ね、いいですね。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。 あとプライベートって何かあるんですかそうですね <うん S 2> これだけく合宿されててどこれだけ従業員思いでみんなのこと考えて日々来てるじゃないですかそうですね <えー S 2> あの会食に行くことは結構ありますとそうなんです広告事業なのでプライさんとえそういった会食の場でえしっかりと未来を話すみたいなことはさせていただくことはあるかなという形なんですけどまあ僕はその 企業経営者の方であれば皆さんそうだと思うんですけどまあ開業届を出しましたって言ったその日からまあ24時間365日の営業になるんじゃないかなという形なので特にプライベートがどうかなという感覚っていうのはないってことですね。そうなんか僕はこれを楽しんでマッサーフィンやってますっていうタイプの社長ではなくて僕はこの命を使って世の中の人をもっと幸せにする時間に使いたいなというふうに思ってますと。突き抜きました今 いやほん <laughs> いい本当選ばれた人なんだなってそうすごい、えー、ねそうんねでもおすすめの本は、ね「ザ・シークレット」「ザ・シークレット」はですね結構若い時に読んだ本ではあるんですけどまあその引き寄せの法則ってあると思うんですけど、はい、いかにして自分の望むものを引き寄せていくかっていうところを結構なんていうんですかね具体はちょっとあれなんですけど抽象的に 聞こえてしまう人が多いと思うんですけど、うんうん、それを書いてくれてる本ですね。うん。なんかあのー、いわゆるまあこれから全米ナンバーワンになっていくんですけど、はい。ここのなっていくときに全米ナンバーワンっていったら相当だと思ってて、はい。このイメージって今やっぱり描いてらっしゃるんですか？描いてますね。まず登る山を決めるっていうことだと思ってますと。 で僕は富士山に登るのではなくてエベレストに登るっていうことをまず決めたっていうことが多分一番大事で企業経営においてあのゴールとかビジョンっていうのがあの定まってない経営者さんであればえ一緒についていくメンバーもえーと富士山の装備だとエベレストは。 登れないと例えばその食料が足りないとか水が足りないとかいろいろあると思うんですけど、はい、僕が目指す道がそっちだったってなった場合って、うん、じゃあ今は国内で日本語が喋れてれば大丈夫なところから海外でしっかりと英語が話せる人材っていったところをどんどん投用していかないといけないような形になったりはするので今その準備を整えているというような形です。それもあって えっとまあ、うちの会社であの社外取締役に入っていただいている中さんっていう方がいらっしゃるんですけどもともとシティグループの副社長をやられてた方でその方があのしっかりおっしゃってくださってたんですけどベンチャー企業で、えー、世界を見据えてチャレンジしてる企業っていうのは本当に少ないと本当に少ないで、ねえー、口で言ってる会社あるけど本当に少ないと日本は特に少ないですね、うん、で僕は本当に言ったことをやるっていうことがあのどれだけ大事かっていうのは本当に一社目の社長からすごい言われてきたので、うん、僕は去年、うん 1>, え1年間のうちの半分アメリカに住んでそそううなんです、ね、そうですすねニューヨークの、えー、マンハッタンにそれこそ半年ぐらいいてその間にあのハーバードクラブ行ったりですとか、うん、代表自ら向こうに住んで旗振って、うん、ただできる人を立ててるわけじゃなくて自分自身が多分大学以来というかげ言語を使い向こうでしっかりと、うん、このまま僕の目指すビジョンだったりといったところを あのこれから入ってくるえ海外人材の方にもえ共有していって、その方々と一緒にこのエベレストと登りたいなと。なるほど。えー、で僕は本当にアドレックスのクライアントさんに対しては、うん。 えー、例えばこう友達に嘘ついてお金取ったりしないじゃないですか、うんうん、僕なんかクライアントっていうよりは本当に、えーえー、仲間だとか、うん、もう友達のような感覚でクライアントさんと仕事させていただくことが多いのでその方々、はい、まあ家族友達に紹介できるような本当にいいものを僕は世界中、うん、提案したいなっていう。ななるほどなるほほどどちょっと今アジアジユニコーンを あの、の仕事を今一生懸命やってるので、また一回相談乗ってください。ぜひアジアはいろいろまた。ええ、ええ、あの、すごく十年ぐらいかけて、ようやくたどり着いてるので。うん、社長だったら、多分半年ぐらいたどり着けるかもしれない。いや、いいところに。十年は十年かかると思います。はい。いうところなんですけど、はい、またいろいろ相談乗っていただければと思います。すごい。よろしくお願いいたします。すいません、最後になんか。で、やれることあれば、何でも言ってください。はい。ぜひご一緒に。はい。 はい世界を。でもご支援差し出しますね。はい。よろしくお願いします。素晴らしいね。もうちょっと尊敬しかないですよ。いやいやもう俺何やってたんだこの10年と思っちゃうぐらい。いやそんなことないですけどいやでも本当にこういったね経営者の方々が若くていらっしゃって。私たち来られると嬉しいですね。はい経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。 AM1008FM933ABC ラジオがお送りしてきました経営者たちのラジオ経営者同士ならではの濃密な興味深いお話もうエネルギッシュな話がたくさん飛び交いました、ね、竹山社長いかかがでしたでししたょう時代に養成されて現れてきた社長様だと思うんですよ僕はねだからそこの時代の中で何か苦しみだとか 課題だとかがもしあればねあの少しでもご解決できるなはいつでも私どもであの力添えしたいなってやっぱね心強く思いましたしやっぱねあの置いてはここで最後になりましたが株式会社アドレックス代表取締役社長田代隼人様より、えー、リスナーの皆さんにメッセージまたお知らせなどあればぜひお願いします。はい えっと、今ですね、えっと、もし、えー、自社をさらに伸ばしていきたいですとか僕はあの本当に。 特にお金をいただく動向ではなくてあのクライアントさんを本当に伸ばすっていうことが好きなので、まあ、そういうお悩みがある、えー、企業様だったり個人の方がいらっしゃればあ遠慮なくいつでも僕に相談してもらえれば親身にあの時間を使って、えー、お答えしていければなという,ふうに思っているのともう一つ、えー、と僕自身がちょっと、えー、今日のラジオの中でもお話しさせていただいた、えー、とアマゾンで1位を取った書籍っていうのをあのプレゼントしたいなという,ふうに思ってはいますので。ごい こちらの方を、<な>の何名様、えっと、十、うん、名に。十名に。おお。はい、すごい。すごいよろしいんですか。はい。ありがとうございます。<ー>ということで、あっという間の三十分間でしたが、来週のこの時間も経営者たちのラジオ、どうぞお楽しみください。それでは、皆さん、また来週、さよなら。さよなら。田代隼人様の著書、最短最速で成功にたどり着く、異次元成功思考。 抽選で10名様にプレゼント宛先は経営者アットマーク ABC1008 ドットコム経営者アットマーク ABC1008 ドットコムお名前ご住所書いて3月17日までにご応募くださいこの番組は株式会社ダスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました